あーちゃんのキラキララジオはい、こんばんは。焼肉大好きあーちゃんと。<laughs> またかよ。<laughs> 焼肉大好き、イラミナセイキです。はい、よろしくお願いします。ますちょっと大丈夫ですかちょっと<え>疲れてます全然疲れてます,すえ本当に焼肉好きなんだね。<laughs> はい、そう。行きたいなと思ってます。一人焼肉とかもいたりすんの <laughs> できない。それはさすがに。またまた。いけるっしょ。いや、さすがにそこ行ったらね。うんうん 30代になっていこうかなって。年齢年齢で年齢で、そこは行こうかなって思ってます。あ、そうっすか。そう。わかりました。あの、ほら、この前スルメの話したの覚えてますかスルメに噛むほどなんですあれ、私、ちょっとお時間から帰って考えたんですけど、やっぱりやめていいですか、スルメ。ええ、どうしたのまた急に。やっぱり、カレーになりたいと思った。はあの、スルメは、噛めば噛むほどだけど、噛んでもらわないと、 いや、ね、まあまあまあそ,そうよさが出ないいつまでもまあ食べてみないとつもあるのなでもカレーは、うん、こう一口食べたらもうカレー <laughs> もうあってもすぐこう良さが分かるんですよ <laughs> カレーは。 そう。えそうなんです。しかもカレーって種類いっぱいあるじゃないですか。あの、ドライカレー。まあまああるわ。ドライカレーでしょあるわ。キーマカレー。喧嘩した日は辛口カレー。知らないけど。で、平凡な、毎日、幸せな毎日は平凡カレー。なんでそれ平凡カレーでしょでも、ハヤライスとかシチュに浮気しても、やっぱ必ずカレーに戻ってくるんですえ、あなたま、まとめるとカレーのような女になりたいわけですそう。彼にとってのカレーになりたい。うるさいよ、や。あ、そう。 今のはどうですかよかった。一週間考えました。一週間考えたこれあ、そう。そうそう。いやー、当んもう先が思いやられますね。そう、だからね、あの、美味しいカレー屋さん情報とかあれば。もうぜひそういうのもお待ちするわけそういうのもはい。メールもはい。どん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 。あ、そうですか。キラキラとか、なんかカレーとか。ね。カレーの美味しい作り方とか、これ入れたらやばいよみたいなのも、できれば欲しい。そういうの。 もう、ブレブレだなぁ、<laughs> ブレてるなぁ、<う>今週も。今週はブレてる、今週ブレてるんですけどね。わかりました、じゃあ、そんな中で皆さんからのメッセージをお報する意味でも、いっときましょうか、はいつも、ね、きましょう、じゃあ、メールアドレスは 761‐FMCOSA.jp、ファックスは098-934-8653です。えー、また FM 小座ではユーストリームで映像と音声を配信しています。FM 小座のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動してますので、たくさんツイートしてください。カレー屋さん情報も待ってます <laughs> ということで、えー、一旦 CM でーす。 はい。えー、まあカレーの情報待ってるので、皆さん、皆さん、できてもカレーの、カレーを。から続けていくわけですか。そう。そうなんですあなた、あれですよね、ハート強いっすよね。ハート強いかな。強いな強くなりたい。なんか本当の自分を出したい。何がですかこれ以上あるわけそう。怖いよや。本当の自分をやっぱり出したいなっていうね、そう思いますよ。すごいですね。元気ですね、本当ね。元気です。元気、元気が取り元気と、元気しかない。あ、もう元気しかない元気しかない。 ね <laughs> そ,まあ、そんなあーちゃんですけど <laughs>、はい、どうでしたか先週は。先週ねううん、うん 先週の木金に関してはもう覚えてはいない。覚えてはいない。覚えてはいない。大体木曜日覚えてないんだけなんかなんか、ね、木曜日なんか記憶ないんですよ。なんだろう。なんなんだろうな、これな。なんか、なんかちょっと、うん。あまあまあ、忙しいんでしょ。まあ、はいはい。もっと興味持って、先週なんか、もっとこう、食い、食い込み来ないと。そうか、覚えてないか。じゃあ次。はい、オッケー。土日、まあ、林ライスデートっていうことにしましょう。 ハヤシライスデートで。ハヤシライスデートあ、そこは深く。え、なんですか浮気してたってことですかうではないと。えあ、そういうなあなたカレー女とか言ってたの違う、そういうのじゃなくて、単純にハヤシライスを作ったっていう。あ、作ったわけだ。っていうね。土日で。そう。で、日曜日の夜は、こう、友達が、こう、東京研修から帰ってくるから。 空港まで行くっていうお迎えに夜11時半ぐらい行って観光客向けの顔はめるやつあるじゃないですかああよく看板なあれを写すっていうはあれをノリノリで写しておろくのマックに行って2時ぐらいまで喋って帰ろう帰ろうって帰るあもう2時やばいやばいっすやばいやばいって帰って。 友達、名屋の友達なんですけど。一緒に帰るのおろくからまた名古屋まで帰る。あてあなた違うからな、私もちょっと都会なんで、沖縄市なんで。じゃねえな、こまあいいか。そう。で、まあ、月曜日は、そう、今お家にちょっとスルメと、先生が、先が大量にあって、それを食べて、電気つけたまま寝るっていう。怖い怖い怖い。何これ。4時ぐらいには来て、ああ電気代っていう。 でもここまでつけてしまったらもう逆にっていうので消さないで寝るあ,あれなあ寝ちゃうんだよな寝まだろねテレビとかも消せないからね、うん、そうずっとなんかもう <laughs> うんってなって <laughs> 分かんないけど <laughs> 分かるそれまあすごいちょっとや,<う>やってみて待って。 うん全然だめですおっさんだった今おっさん出てきてたよいやなんかでも分かりますわかりますかつけてしまった感あれなんだろうないつの間にか寝落ちしてんだよなそうだなでも決しては寝れないんですよちょっと怖いんですよ一人は一人はちょっと怖いあ普段からそうってことそう普段結構テレビつけながらっていうつけっぱなしあっていう気づいても消せない怖いの苦手なんだそう怖いの苦手辛いのは大好き いや全然わかんない全然関連性わかんないですけど今のあ,あそう <laughs> 辛いのと甘いのは大好きあ,あそうですか <うん S 1> 辛いの辛いのでも怖いのはちょっと苦手かなえそれ料理とかもやるじゃん大好きだよまあまあ仕事とかでもねやってるから <うん S 1> カレーとかも作ったりするんでしょうんうんカレー作りますね何それやっぱこれ入れたらうまいぜみたいなのあ,るのあ,あ,まあんの<に> <laughs> っちゃだなでもあえて逆にコーンとかいろんなのを入れたりはもう絶対しないもうあれは邪道っていうあなんか恥ずかしいけど同意見だなわかりますかねえやっぱり友達だやべよっちゃったなまたイエイイエイやめてくれなんかな俺さあの何ていうのかなルールあるじゃん箱の普通のパリぱリ割れるやつ。の あれの後ろに書いてある通りに、マジ超ぴったり作ってみたいなって思ってんね。いいと思います。それ。なあ。食べに行こうかな。いつ作ります。え?。え?。え?。教えないでしょ。あなた来る、怖い怖い怖い。あらららら。いえとか言うわけでしょう。そうそう。怖いな。いけてるいけてる。ってあれ多分よ、そのなんつうのかな、メーカーがちゃんとこうやったら、まいぜ言ってんでしょそう、そう。多分絶対その、その方うまいと思うんだよね。あれは絶対やばいと思う。いいですね。その、その。 だからまあそうしていきたいそうしていきたいそうやって生きていきたい待ってなんか重い重い彼一つにとってみてもそうです人の言う通り生きていきたいあもう自分自分というもの消して消したいあダメダメダメホンもうんかイエイイエーイエイイエイって言うだけ楽しい結構悩んでることいっぱいあるけどイエイっていう3文字が救ってくれるよね その気持ちよくわかんないですけど、あそう、元気だな、元気。でも昨日もまた楽しかったんですよ。けど何あったの？昨日はねあの女子会したんですよ。あ女子会、あなた女子会とかできる友達いるわけですか？実はいた。ああよかったよかった。この前なんか飲み行ったじゃないですか。ああなんか友達つながりのなんかコンパとか言ってたな。いやあれコンパじゃん本当友達の。もうこれマジで。まあままちょっと待ってやめてください。まあまあまあ。まあまあまあ。マスカせマジで誤解誤解する人がいるよ。ああそうか。まあいいと知らねえよ。まあ行ってこう仲良く。 友達で、どうだったどうだったみたいな。ああ話のトーク。で彼氏とかこう友達の話とか元彼がとかなんかいっぱい話して。あ女の子っぽいね。そうまあおしゃれなな茶碗のカフェに行ったんですよ。あら。もうおしゃれなところなんかソファーなんですよ。無理した。無理した。そう。無理した。ちょっと洋楽とかバンバンかかってる感じの。で隣は外人さんみたいな。あそういうとこ行くわけだ。行ってこうなんかこの。 トマトのチキンバターなんとかソテーわかんないな分かんないなークのやんそういうとこ行っちゃったと思って大人だな意外となちょっと頑張ったでその後ちょっともう音がうるさいからスタバ行こうみたいになってスタバ行ったんだけど結局スタバがいっぱい入れないからもう車でおしゃべりしようで車でずっとしゃべっててもうやっぱり夜になるとマシモネタですね <へ> <laughs> なんか沖は結構その流れからの下ネタ来るなんかすごかったいろいろ教えてもらったこの目上の先輩からあそう、うん、あそうなんすねつって <laughs> 勉強になる面白いこれ詳しく聞かんとこないでしょうなわ <laughs> かんないけどないやいやあの女の子の下ネタって相当下ネタなんでしょ、うん、そうですね結構うん、うん 昨日は、しかもほら、会って友達、1人はずっと知ってるけど、うん、あと2人は知らない、さっき友達になりましたぐらいの、ちょっと1回飲んでの2回目だから、<laughs> どこまで喋っていいのっていう、もうドキドキですよね、こっちもこっちで。 こだ,だよねとかじゃないじゃないよねみたいな <laughs> 怖いなちょっと合わせしながらのみたいな何だろうなこのやり取りな<う>、まあ、分からんでもないなそうだからちょっと <laughs> でも楽しかったいやなんかやっぱりあまあ女子,女子会って、うんまあ、女子ってずっと喋れるらしいですから喋れる楽しいんだろうねう参加したいな俺もな女子会な女子会いいですよマジで本当にじゃあ今度呼びますよあ えあなた<っ>あなた来るんですよね来ます来ます行かないです私主催の <laughs> そう。だからセイキさんと二人かな <laughs> 女子会っっ女子会じゃないこれラジオなっちゃうじゃんこれ <laughs> エンダイコエンダエンダカエンダ赤やナゴのなそうナゴのいいねいいね24時間のところでチキン食べながらあじゃあ先週は結構あなたキラキラしてたわけですねそう先週はそう 頑張った、よかったですよ、なんかありましたか、先週、キラキラどうでした先週な、ほとんど覚えてないですね、やっぱね、やっぱ、年とともに、あもう全然、あなた、まだ木曜日だけじゃないですか、覚えてないの、僕、火曜日まで覚えてないですからね、もう火曜日が記憶がないないですよ、ちょっとあれですか、食べたものさえもっていうのもあるあ昨日食べたものね。 カレーカレーカレーえカレーではない昨日な昨日何食ったっけなこれちょっと待ってやばいこれやばいじゃないあ、言えんの昨日何食べたか昨日あじゃあ昨日の朝ごはん朝ごはんちょっと待ってくださいね昨日何曜日だかすぐ出てこねえちゃうかよまず昨日何曜日でした昨日何曜日今日火曜日そこから火曜日火曜日火曜日あオッ言える言える言えるこれぐらいのパンわからんわからんわからんけど確実には細長い

パンかじりながらうん、うん、遅れちゃうって言いながら <laughs> キモいな <laughs> なんだろうなこのキモい感じな <laughs> ウソわかんないけどなちょっとかけ足で三回降りるんですよ三回こう一回まで俺あれだぜ遅れちゃうとかっつって <laughs> うん、うん、パン加えて走ってる女の子見たらうん、うん、ちょっと引くなウソウソマジ,マジですか引かない,いうウソ いやー結構楽しいよ。あそう。うん結構あまあまあまあつきまあ楽しみなんでしょうそれがね <laughs> まあね。<laughs> そうまあ結構楽しんで、うん、まあいいんですよ。あそうですか。も、ま、う、あ、メールも意見いただいてるみたいですから紹介していきましょうか。はいそうですねありがとうございます。そうですね受信はいメールさん。うん。 サクサクさんあ、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。ハロー、あーちゃん、アンド、セイキさん、チャーガン中ですか焼肉は腹目が好きです。サクサクです。うん。うん。あーちゃん、今日なんか雰囲気違う。可愛くなってる。ドキッとしたじゃないか。どうしたのこれってやっぱり恋してるから。あーちゃん、羨ましいぞこの野郎ふうん <laughs> 何風はないだろうかよ。まあ <laughs> いいか。<laughs> そうそう、自分が好きなカレー屋さんは、<laughs> FM 小沢から近いかな沖縄市室川にある、同社っていうお店だよ。 わかかりますか、うん、いやー知らない、えー、時間がなくて時々しか行かけないけど材料にこだわりがあってヘルシーで美味しいよ自分もカレー大好きなのであーちゃんも何か情報あったら教えてねお<う>お情報ココイチココイチあ <laughs> まあな俺ここも,もそっちが落ち着くかないろいろ選べるしな<う>、うんまあ、入れないんだけどな,なマジですかかチーーズカレーとかはやらないあ食べたことないかもあ<ー>、うん、うまいのチーズカレーなんかくどい、うん くどいんかいくどい。くどい気だわ。くどい気だ<う>えー、もうくどいくどいっていう、最後は嫌っていう、もう嫌いっていう感じで。食うなよう <laughs>、ま、終わるカレーっていう、ねあ。まあでもまあ好きなんだ、<う>最初は。そう。<laughs> なんかこういう、だから、なんて個人系行ったことないから、いいですね。 なんかね、うん、この皆さんこう一緒店とかよくご存知の方多いから、うん、こ,このカレーうまいよとか言うよねいいですねあまあでも俺どっちかというとあれだけどなもう家で作るなんつうか普通の野菜ごろごろの母ちゃんカレーが好きだけどな,あ<ー>なーどっちかっていうとなあ,ーっあーそっかやっぱりそ,そうそ、うん、うどうですか、まあまあ、でもね、まあ、カレーね、うん、美味しいですよねでもカレー一人で作ると続くんですようん、うん あまあいいっぱい作っちゃうからなそう鍋いっぱい作ると1週間つく続くんで最後ら辺はもう嫌だもうっていう感じで食べちゃうあそうなんか多分ねそれ女子と男子の違いかも分からんな男はカレー続いても別にどてことないよ、うん、えじゃあ彼女とかにカレーとか作られたらあもうずっと永遠にカレーですよもう,もう永遠愛してる指輪、ま、すぐプロポーズすす、まあ、すぐすぐですよ本当にえ今日もカレーなんだ 結婚しようっていうことになるよ。よ <laughs>、ね、オッケーじゃあカレーカレーメモるね。メモるわけ。その作戦聞く、まあ聞くかわかんないけどな。<laughs> まあそうなのよそっか。だからまあカレー作っときゃ大丈夫です。なんか男はなんか胃袋を捕まえるみたいなこと言うでしょ。<laughs> 本当ですかこれ。本当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 。本当に？そうだよ。いや結局あれなんです。胃袋掴んだところでじゃない、うん、じゃないんです嘘。 そうあれあじゃああなた料理に自信ないのいや本当にいや自信あります自信ありますでしょ自信ある,、うん、あるというかいろいろ提供したいみたいなうん、うん、こう提供したい <laughs> これどうぞ食べて食べてみたいなこれってでもどうなの男からしてみればはあ、はあ、いや嬉しいっしょ嬉しいんですかいや絶対料理できる人の方がいいと俺は思うよ 本当にまあ,あのできない人がいても例えば、うん、じゃあ一緒にうまくなろうねとか<ー>一緒に作ろうねみたいな楽しみもそれあるだろうけどうん、うん、やっぱ料理できる方が俺はいいかなって思うけどな本当ですかなんかもう最近そういうのやめようかなって思って何が、うん、わざと自分の <laughs> 腕を磨きたいと思ってこう休みの日とかひたすらかみじん切りやったりとかするじゃないですか。それはとかなんかこうちょっと待ってカニカマとキュウリと春雨をマヨネーズであえるととか考えるじゃないですか。考えなないマヨネーズプラスん最強だよとかこれにのりをやったらどうなるとか多分ねあんちゃん料理だいぶうまいんじゃないのそれ そうなのだってその俺人生でカニカマって人から言われたことないし待って待ってそうカニカマってあいつやばいじゃないですかあの知ってはいるよ知ってはいるけど人と話しててカニカマって言われたこといかもないマジですかじゃあ人生初初初カニカマでした初体験いやん今日あなたの服のこの何だつの資格もカニカマにちょっと見えてきたからねカニカマって呼んでいいですよいいよそんなやつ呼びたくないよと逆にあそうっすかそうだから結局どうなのかなって 思った。これはちょっと思いました。まあまあ人それぞれあるけどな、まあでもできた方がいいでしょ。多分な。あ嘘。できた方がいい。あ、レゴリー以外になんか得意なものないの？得意なもの？えっと、ポエムでしょ？一人ポエムでしょ？一人作詞作曲シンガーソングライターでしょ？っていう。もういいです。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんごめんそう。いつ自分のソを出せばいいんだろうっていう。 まあでもまあまあそのままでいいんじゃないですか言葉選ぶはマジでこれさでも鈴木さんちょっと思ってる何か思ってるのはある何かですか気を使われる人とずっと一緒にいてもともうにもう醤油取ってきてぐらいのどっちがいいんですかいやもう何でも言える方がいいんじゃないえそう醤油取ってきてぐらいの方がいいんじゃないああ今日のカニかも硬いけどぐらいの いいいんじゃない <laughs> まあ <laughs> うんあ、まあうん、どうだろうなでもそうは言っても俺言えないかもなねえああそんなねこんなねああもう家族ぐらいの勢いの長さの年月とかだったらやっとうん、うん、言えるけどななんか徐々に嫌な自分の悪いとこもどんどん見せて深まっていくけど、まあ、結婚しちゃえばなっていうのはあると思うよたと<あ>えカニカマがその裂かれてなくて、うん、まあまあボンって入ってても <laughs>、うん、あ なんかオリジナルですかみ,た <laughs> みたいなことを俺は言うと思うけどなああなるほど、うん、ど,うどうなのやっぱあの作った料理にさ、うん、これ違うんじゃないって言われたらショックあちょっとちょっとショックでもやっぱりやっぱ料理人として何が違うのか教えてほしいあーそういう探求心みたいな勉強する心も持ち合わせてるんですか持ち合わせてるんですよそう何が違うね何が違うっていう感じ <laughs> そう、そう、そんな感じかなっていう。ツイガにもコメントが少しいた、きた、きてますからね。紹介していきましょう。はい。アッキーさん。はい。最近キラキラしてるね。胸キュンしていいですか。いいっすよ、どうぞ。ど笑い。笑い。笑い。かありがとうございます。ええ、亀さん、こんばんは。はい。こんばんは。マイケルさん。はい。しもべ扱いくらいがいい。 マ,ジっすかマイケルさん本当に、うん、どうなの,あのド M の男とド S の男どっちがいいですかあなたは M ですからね,うね <laughs> <laughs> そうあなたが M だからなちょっとねまあなちょっと M 系があるねあるなまあな<ん>でも女性はその方がいいんじゃないですかああマジっすか可愛いげがあるんじゃないですかわかんないですけどそうか、うん、じゃあさじゃあ自分が年上でお相手が年下だった場合とかは,はい、はい まあいいんじゃないのしもべ扱いぐらいがいいんですかいややっぱそこは男のプライドみたいなあるんじゃないの立ててほしいなみたいなあ例えば年上の女性で、うん、だとしてもうん、うん、いや男だからみたいなのはあるよ、えー、やっぱあるあるあるあなるほど、うん、ちょっと俺しっかりしなきゃっていけないあーもう全然ありますよいやあお <laughs> おお、お姉さん来ましたねお姉さん来ました素敵やいや まだ帰りですかキラキラしてますねキラキラしてますねああいうオーラ出てないかな今日でもさっきねえ誰がですか私出てますよ。なんか出てるあ <laughs> 全然出てでもサクサクさんほらさっきなんか<は>今日なんかやばいねあーちゃんって言ってたからああそうね本当ね <laughs> サクサクさんもなんかうまいなと思ってまた <laughs> <laughs> 嘘でしょやめて <laughs> いやサクサクさんいつもなんかやっぱ 気づいたんだね雰囲気が違うっていう <laughs> やっぱりそうねそう出てますねすいいところがいいですね、うん、さあまあじゃあそんなこんなで、はい <coughs> まあ、キラキラしたことも大してないということなんすな、ま、そうですねあれねも、あのー、うん、あ11月入りましたけどはい まあなんかポッキーの日とか言うんでしょ今日。あ、十一月一日十一時日、はい食べました？食べました。もちろん。あ、食べたんだ。もちろん行事言葉。ええ。おじさん何聞いてるのぐらいの勢いで食べた。当たり前じゃないですかみたいなこと言うと。食に関する行事に関してはもう食はもうやっぱりハズレネス。マジっすか？それはハズレネス。いや誰なんだもや。何からなんだそれ。マジハズレネスは本当に。節分とかもやばい。節分節本。節分な。節分。って豆でしょ。豆。あもうそれ。 もこだわるわけ。こだわる、まあこだわるわけではないけどまあ。そういうこと言ったらもうなんかクリスマスとかお正月とか控えてるわけじゃないですか。あ、えはいはい。あどどどうした。その話題、で欲しい。うん。あ欲その話題、待ってた。待ってたろ。待ってた待ってた。まあまあでもそう。予定あるでしょ。まあ今のとこまあ今のとこなまだないまだないかな。まだまだ誘われてないかな。そろそろじゃないですかねまずねまあ。あ待ってるわけですか。そうそう待ち待ち状態。まあ早くしないと。 大丈夫っていう。何が <laughs> 早くしないと取られるよっていう。ここで言いたい。ここで言っとこう。<laughs> 早めに言っとかないとこっちだって忙しいんだからねっていう。まあ、全然暇なんだけど<あ>忙しいんだからっていう。<laughs> これは言わんとあ。あ、めっちゃいいじゃないですか。そう<嘘>。やっぱ女性たるもの、そのぐらい余裕がないとな。 嘘。でも、正義さんの前、こう、うん、ラジオのみんなの前だから。はいはい。あ強がってんの強がってる。おうち一人で言ったら、やべえ、嘘だろう、嘘だろう、連絡ないやし。5分おきになんか携帯見るみたいな感じ。見るみたいな。<laughs> 怖い<な>。一回悪いこと言った、悪いこと言った、自分、みたいな。<laughs> っていう仕事中も、カニカマのこと考えるか、こう、嘘だろう、みたいな。っていう感じ。 そうですか、そうちょっとたまに自分が怖い、精神大丈夫かなってなる、大丈夫だと思いますよ、まあねそうこうしてるうちにまあ年、明けんでしょうけどね。いやいや、でもね、待ってください、関さん、12月25日、5、6、5、6、5に、まあね、ままあ夜明けからで、まあこのにまにプロポーズのあれでしょ、予定でしょ、プロポーズでしょ、あそういう予定になってるわけそうそう、そうで1月18日が私の誕生日なので、あそうなんですか入籍でしょ。 でその後2月になんやかんやで一つになって<ー>来年10月に長女が生まれるでしょ。<laughs> 知らないですけど。あ、そういう予定なの来年のスケジュール。はい、まあ、今年からあも決まってます。スケジュール帳に書いてますもん。あマジっすか。ええ。本当かなうといいですね。<laughs> ちょっと怖いね。あなた1月誕生日なんですね。1>, 1月18日。覚えなくていいやで覚えて。 あ、うん、あ、1月って嫌じゃなくて、<laughs> えどっち <laughs> あどそっちはいいな、どうしよう。で覚えなくていい嫌て覚えてねわ<あ>かりました<う>覚えちゃうな、<laughs> なんだろうな、このアピール感、怖いな、ね、このアピールみんな。 まあ待ってますね合わせの方で合わせのキングコングの方で待ち合わせじゃんみんなあ,あなたはそこらへんなんですか <laughs> あんまりそういうこと言わない方がいいと思うけどね。<laughs> 大丈夫ですキングコングの左側っていうとこバレるやつあ、でももう一回右かからんよあ,、まあのキングコング見てあーちゃんのことを思い出せばいいんでしょ<あ>要はそうあのゴリラは私だと思ってくれるから嬉しい乗ってくるなよ <laughs> ああそうまたサクサクさんからメッセージ頂い,いてるみたいなんでねあ,ありがとうございますサクサクさんありがとうございます自分も世紀さんと同じで料理できた方が絶対ポイント高いと思うよ、ね、作ってくれるのは本当に素直に嬉しいもん男は多分みんなそうだと思うけどなうん、うん、だから自信持って大丈夫よあーちゃん頑張れ本当ですか、はあ、頑張った方がいいよ 僕なんて一人暮らし長いですから弁当屋さんがね24時間の弁当屋さんがあるわけですようん、うん、ほっとするところがほっとするまさかあそこのおばあちゃんのこと俺お母さんって呼んでたん、ね、<laughs> でしょ <laughs> 毎晩ごめんねありがとうねなんてね何も言わなくても大盛りにしてくれるわけ だけ計なことすんなっつってねうまいねっつってねやるわけなんですけどまあまあいろいろありますよいろいろそうですよねみんなねできたに越したことはないんだそうですよやっぱ作ってくれる人がいるといいよ本当ですかめっちゃポイント高いと思うけどなマジではやっぱよしちょっと今週土日は頑張るなんか何作ろうかなサータンダギーとか作ろうかな そういうのもオッケーポイント高いじゃないですか本当にサーターンの木なあれ作ればもう結婚のやつ重くない重くない分かんないけどなんかはいどうぞってもうサーターンの木作ったんだけどつってそれ出せびっくりするぜなるほどそれもそれでダメだねダメそれもそれでちょっとなんかねまあまあいろいろ作戦はありますけどありますよね頑張っていきましょうねでもなんか良かった今日はちょっとカレー屋さんも知れたし そうな、うん、料理頑張ろうと思ったもっとなんかうん、うん、ちょっとパパって今日のことをまとめるとどうなんでしょうねやっぱり男をつかむには、うん、つかむにはやっぱり胃袋ですかそうですねそうですよねカレーってことですよねカレーってことですよ彼のカレーにっていうさっていうさ、えー <laughs> あ、そんなこんなであっという間の三十分でしたけどねねー嬉しかったですね何がよって感じわかんないけど待って、セイクスちょっと適当的でしょ本当でしょ、もう本当に何がよですよごめんごめん、俺もなんで今そんなセリフ出たのかちょっとドキッとしちゃったけど自分で思わず突っ込んじゃったんだけどね。でも今の良かった、今の楽しいと思ったあ、本当ですかうん、今のじゃああなたにあげますよ本当に今のネタうん、なんかあの困ったことがあったら使ってみてくださいあ、と思いました、はい何がよみたいな こわけよかった、よかったですね、じゃあ、いいわ、それ、どっちもあげれば、それ、よかった、なんかいっぱい勉強になった、なんていうんだろう、サクサクさんにも雰囲気いいね、可愛いって言われたし、そうだね、料理も、やっぱり、ん明日も頑張ろうかな、あなんか、てキさんが、なんか可愛いことしてる。さ <ー>あのまた来週に向けてメールアドレス読んで締めましょうかはいそうですねメールアドレスは7 6 1 f m c o z a j p ですファックスは0 9 8 9 3 4 8 6 5 3ですはい、はい、皆さんまた来週お相手はあーちゃんとひらめきでした